道人身事故ニュース速報です。2021年6月24日14時6分ごろ、南武線の武蔵新城駅武蔵溝の口駅で人身事故が発生した模様です。南武線での人身事故は今年3件目です。現在、被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。